幸福の限界は石川達造の長編小説。1947年5月13日から8月24日にかけて中京新聞、その他地方新聞で連載され、1948年9月に八書房より単行本として刊行された。後1954年3月に新潮文庫として刊行され、1957年10月の 石川達造作品集第7巻に収録されている。ある年の暮れ、高松翔子は娘を連れて渋谷の実家に帰ってきた。彼女の夫はフィリピン沖で船ごと沈み、行方不明になっていた。息子は戦死したと思った水島家の衆と、目との関係がうまくいかなくなった彼女は、今家の水島家から出て行くしかなかった。 そんな娘を温かく迎えた父親の高松ポさんと厚子夫人であったが、次女の由紀子はそんな姉の生き方や母親のことを性行為を伴う女中のようなものとして批判するのであった。高松家の隣の借家には厚子夫人の妹の秋子が嫁いだ西沢一家が暮らしていた。秋子は夫、西沢陽二と七人の子を設け、現在八人目を妊娠中であった。子は、 父親の会社の本社に勤める一方、演劇の勉強をしており、劇団の主催者である大塚隆吉に淡い恋心を抱いていた。しかし、母親や姉の結婚の現状を見るにつけ、結婚否定論者になっており、彼のために良い演技を行うことで、愛情表現をしようとしていた。そのため、上司の杉高長が父親に持ってきた演壇に、振り向きもしなかった。ある時、 友人三人と龍吉とスキー旅行に行くことになった、ゆき子は、友人たちの計略で龍吉と二人だけで旅行に行く、羽目に陥る。結局何事も起こらなかったが、そのことが親にバレたゆき子は峰さんと喧嘩になり、家を飛び出して、龍吉の家に一晩泊めてもらう。覚悟をして、龍吉の元へ向かった、ゆき子であったが、龍吉は、そんな彼女を紳士的に扱うのであった。 一旦実家に戻ってきたユキコは、そのまま友人のアパートの隣の部屋を借りて、暮らすことになった。一方、うこのもとにも、杉田の夫人の重邸にあたる36歳の男性からの縁談の話が立ち上がっていた。その家にはすでに防災との間に二人の子供がおり、うこが連れ子をして再婚することは不可能であり、必然的に娘を実家に置いて嫁ぐことになっていた。 ある日曜日の朝、厚子夫人は、西沢や女中とともに、山梨県の大月に買い出しに出かけたが、帰りの列車の中で荷物検査に遭い、買い出しの荷物のほとんどを押収され、警察署に連れて行かれる。やっと解放されて実家に帰ってきた途端、妹の秋子が事故で流産したことを知る。秋子はそのまま回復せず、命を落としてしまった。秋子の葬儀の日は、 翔子の見合いの日でもあった。予定通り見合いをすると、自身の再婚に固執する翔子とそれに付き添っていった、みねさん、葬儀に顔を出すべく、一び家に戻ってきた、ゆき子のありさまを見ているうちに、厚子夫人は、今までの結婚生活に何か誤りがあったのでは、ないか、支払いの方が多かったのではないか、世評や子供への責任などに囚われていたのではないかと、悩むようになる。そして、 ユキコと一緒に暮らす決断をする。ありがとうございます。